こんにちは、ジョンです。今日はですね、川にも、畑にも来てないんですけど、茶毒蛾に結構やられましてですね、その対処法を紹介したいと思います。で、先日渓流に釣りに行ってきまして、茶毒蛾にですね、茶毒蛾がたくさんいる椿の林に、突入してしまいましてですね、スパッツを履いていたんですけど、その上に茶毒蛾が数匹、あとジャケット雨具を着ていたんですが、その上にも数匹で、おそらく茶毒蛾の毛が飛んできたのか、茶毒蛾の毛を、触った、グローブで首筋を触ったのか、首筋も結構やられましたし、太もも、膝の上あたりも結構やられました。で、そういった症状でですね、赤いブツブツがたくさん出てきてしまったんですけど、どういった対処方法が良いのか、お話ししたいと思います。で、まずはですね、自宅に帰ってきたら服とか身につけているものに茶毒蛾の毛がついている可能性があるんで、なるべく速やかに、洗濯をする、他のと混ざらないように洗濯をするだとか、捨てられるものであれば捨てた方が良いかもしれないですね。その上で、体についた、茶毒蛾のですね、針を抜くために、ガムテープを、適当な長さに切ってですね、ペタペタ、患部に、貼っていくと毛が抜けるかと思います。で、帰ってきて間もなく、1日とか2日経った後に症状が出る場合もあるんで、ついたであろうな、でもまだ痒くないなっていうところも、積極的にどんどんペタペタしていった方がいいと思います。じゃ、まずはガムテープですね。で、次に私、ムヒの、ムヒアルファ EX っていう、塗る薬をまず塗ったんですけど、もうちょっと今日捨てちゃいましてですね、ほぼ新品で持ってたんですけど、丸1日ぐらいでもう全部使い切っちゃいまして、で、その後に買ってきたのがですね、この、虫刺されかゆみマニューバ EX11 っていうのをですね、ウェルシアで買ってきまして、今ハピコムっていうウェルシアの PB 商品ですね、これ結構効きましたね。で、ムヒアルファ EX も効くんですけど、それより少し、容量もちょっとだけ多いですし、成分も割と多めに入ってるらしいですね。ちょっと私詳しいことは分かんないです。これ聞くと思います。で、一応針を抜いて薬を塗って、で、炎症が、少しずつ出てくると思います。で、その上でおすすめなのが蒸しタオルですね。これ普通のタオルですけど、こういうのをですね、濡らして、電子レンジで、ワット数にもよると思うんですけど、30秒から1分ぐらいですね、チンするとほかほかの蒸しタオルできますんで、で、蒸しタオルを作って患部に炎症を起こしている場所に当てるとすごく気持ちいいですし、この炎症もだいぶ和らぐようですね。私も実際に首周り結構痒くてもうかきむしりたかったんですけど、蒸しタオルはだいぶ楽になりましたね。はい。で、また別におすすめなのはですね、やっぱり茶毒蛾でもう一度炎症を起こしたような方はですね、できれば皮膚科に行った方がいいと思いますね。私も実は今回皮膚科に行ってきました。で、別の、用事といいますか、胸元にですね、ほくろの大きいものが数年前からできててですね、皮膚科じゃないかなとちょっと心配していてですね、で、今回皮膚科に行って見てもらったら、ケロイドですねっていう、すぐ治りますよって言われて、拍子抜けしちゃったんですけど、で、その時にですね、実は今日、茶毒蛾にやられたと思うんですっていう話をしたら、じゃあこれも効くよっていうことで出してもらった薬がこれで、アレルギーにも、ケロイドにも効くということだったんで、これ飲んで2週間様子見てということで、この合わせ技をしたらですね、ほぼ3日で、まだ赤いポツポツは残ってるんですけど、痒みはほぼ収まりましたし、パッと見た感じ何もないような皮膚になってますんで、この対処方法が良かったのかなと思います。どれが一番効いたかはなかなか難しいところなんですけど、皮膚科になるべくなら行った方がいいかなと思いますし、本当にもう発作的に痒くなったら蒸しタオルとてもおすすめですね。はい、じゃあ今日はですね、茶毒蛾の、炎症の対処法について
ご紹介しました。でまずは、まあ、茶毒蛾がいないところに、行けばいいかと思うんですけど、なかなか、そういう場所を選ぶのは難しいかもしれませんし、そういう場所にこそイグアナがいたりするので、もし茶毒蛾の炎症になった場合はご参考にしていただければいいかなと思います。じゃあ本日はこれで終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。